お願いします。よいしょ。では収録開始してまいりたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキシングのキャンです。よろしくおよ願いろししくお願いします。今年初の収録です。ます。はい。明けましておめでとうご明けざいましまょう。おめす。でとうございます。今年も何卒よろしくお願いしよろしまくお願いいす。たします。はい。この番組では、この番組は、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送してます。皆さん最後までお付き合いください。はい。始まりました。第6回目の放送です。はい。いなんか、あっという間に6回目になりました。やー、もうそうですね。本当にあっという間ですよね。まさかもう、これまで続くとは。そうなんですか？いや、私も気まぐれなんで、いはつい。も。あ、そうなんですね。そう、いつも気まぐれでキャス配信してたりとか、はい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 。気まぐれで何かやったりとかっていうのが主なので、なるほど。何回まで続くかなっていうのが楽しみです、私にとっいて。やー、もうこれはもう1年、2年、3年と、どんどん続けていきましょう。続けていきましょよろしくお願う。いしよろましくおす。願いします。はい、番組の紹介します。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれドットサチアットマーク gmail.com です。スペルは kimagure ドット sachi アットマーク gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子を見られます。収録は金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターはハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。よろしくお願いします。はい。では、早速なんですが、はい。一曲ちょっといきましょうかね。はい、お願いいたします。お聴きいただく曲は、ジュリー&マリーで、クジラ12号です。どうぞ。しぶりの曲っすね。なんか最近旦那がこれハマってるんですよ。この曲に。あ、そうなんですね。そう。懐かしいですけどね。何年前の曲だろう。20年くらいなりません？なりますか。20 年、もしかしたらもう少し経つかもしれないです。わお、結構な。僕結が、構な。ジュリー&マリーのイメージは、もう本当に僕は小学校、中学校のイメージなんで。ああ、でもそばかすっていうイメージが結構ありますよね。そうですよね。どうしようかな。どっちから先行こうかな。もう自分も年齢35なので、あ、そっか。3つ違い、4つ違いでしたっけ。はい、20年前でも中3ですかわお。わお。恐ろしいですね。恐ろしい。あ、カープボーイさん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。暑い。マスクがすんげえ暑くて、これじゃなければよかったと思って後悔してしまった。一回外すのに慣れてしまうとまた、はですよね。い。どうしようかな。DM から先に行こうかな。ナルトラさん来てるし。よいしょ。マスクの素材にもよるのかな、もしかして。
それもあると思います。やっぱ通気性の良さとか。うんうんうん、一番やっぱ息苦しいのは不織布マスクですけど。ああ、まあまあまあ、確かにそれは言えている。僕は昔、陸上部の時にインフルエンザかかって、1週間休んで、で、休み明けの、あの部活復帰の時にみんなにうつさないようにと不織布マスクをつけたまんま走った。 200m 20本とか走って、あ、やばい、ゲーゲーしました。やばい。酸欠でもぶっ倒れちゃう。もうええってなってました。それはぶっ倒れますよ。いや、テンション上がってました。あれ、ランナーズハイで。ああ、なるほど、そういうことですか。酸欠になるとなんかテンション上がるんです。あれ。なんか普通クラクラクラってきてパタってぐらいなってくるときつくて、あーやべーってなるんですけど、10本ぐらいからなんか体がふわふわし始めて、あーで、15本目ぐらいまで来たらもううえーってなってウケる。危ないですよ。危ない危ない、怖い怖い怖い。ランナーズハイって短距離でもあるのって来てます。短距離でもありますよ。いあるんだ。長距離ってイメージですけどね。いや、長距離が一番多いですけど、まあ一番短距離の場合は本当に本数重ねるとなかなかないので。ああ、そっかそっか。結構強度の高い練習しないとなかなか入らないと思います。なるほど。私もどれぐらいかな、もうバスケ部の時は結構もうマックス、あれの時がやばかったかな、シャトルラン。シャトルランに近いような練習なので、あそれよりも少しこの走りの強度が高いというか。あ、なるほど、そういうことか。7割8割ぐらいで走って、で間 50m つなぎとか。あ、 50m ウォークなんですけど、はいはい、ウォークの間に息整えてでまた走って、うん、そういうトレーニングだったんで結構しんどかった。はいはいはい。そろそろですね。はい、あと30秒ぐらいですね。はい、では間もなくマイク上げます。お聞きいただいたのはジュリー&マリーでクジラ12号でした。はい、では今週のテーマに参りたいと思います。はい、お願いいたします。今週のテーマは成人式の思い出です。早速私の方でツイッターも DM 解禁したので、私の方がDM でも OK ですよっていうふうに告知をしたところ、4日にフリムーンラジオにゲスト出演した時の、はい、ナルトラさんから来ておりますので紹介したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、ナルトラさん。気まぐれラジオ1月6日収録よということで、成人式の式の思い出よりも式終わった夜に小学校自体の同窓会があり、飲んで食って大騒ぎ、翌日盛大に人生初の二日酔い。この思い出が一番です。先日はラジオ出演ありがとうございました、ナルトラでしたということで来ております。おー、ありがとうございます。私二日酔い、盛大に二日酔いしたのいつだろうな、多分成人式の時ではないですね。うーん、僕も成人式の時も二日酔いしたんですけど、その前に大きな経験しますね。私もなんかすんごい酔っ払ったのが成人式になる前ぐらいですね。もうなんか血取り足になっちゃって、その当時付き合ってた彼氏さんにおんぶされて帰るという、なんという失態をしてしまったんだってっていう思い出がありますね。でもう一つ DM の方で来てますので紹介したいと思います。はい、お願いいたします。成人式の思い出、僕は成人式の時は千葉県にいたので成人式には参加していません。
まあ、今参加しない人でも言いますよね、結構。結構いらっしゃいますね。私の高校の時の友達も参加しなかったので。千葉県の松戸市から通知は来ましたが、誰も知り合いがいなかったので、会社の方々にお好み焼き店で祝ってもらいました。おー、いいですね、お好み焼き。しかし、全く知らないお客さんから、焼酎等のプレゼントがありました。おー、すごい。もちろん、お店からの、お花の、花束のプレゼントもありました。お、すごいですね。わあ、心温まるエピソードですエピソードでね。すね。会社からのプレゼントもありました。で、お酒の料金が浮きました。これが僕の成人式の思い出のエピソードです。ということで、ヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。あ、めっちゃ素敵な経験してるじゃないでやすばいでか。すね。私、でも、沖縄市出身なんですけど、あの当時、まあ、引っ越して違う、地域の方にいたんですね。で、中学校時代の友達とか見つけて、行ったんですけど、沖縄市の、この記念品が、あれでした、図書カード。その当時。そういうものあったんですありね。ました。なんか他のところはなんか違うのがなんか記念品としてあったっていうのを聞きましたけどね。記念品ってあったかな。覚えてます？思い出せないですね。記念品とかなんかもらった覚えがないんですけど。ツイキャスの方で、カープボーイさんから、成人式、僕の時は浦添市からアルバムになった、浦添市のマークが入ってる、もっといいのが、中か、なんか、アルバムがあったそうです。浦添市は。すごいですね。なんか、でも、みんなあれじゃないですか？沖縄市もそうですけど、中学校ごとに袴とか決まってませんでした？色。ですね、でも特に僕なんか世代、決まってたのかな。僕は袴派じゃなかったんですよ。スーツ派。で、なおか、まあ一応スーツ派はスーツ派なんですけど、ちょっと用意するので、ちょっとお待ちいただきたいんですけど、僕の成人式の写真が確か残ってるので。おお、持ってこればよかったかな、私も。しゃべって持ってこればよかったかな、ちょっと失敗したかもしんない。ちょっと後ほどお見せして、その時のエピソードを語りたいと思います。了解です。メールの方でもいただいてますので、ちょっと紹介しましょうね。先ほど、ツイキャスでいただいたカープボーイさんからメールが来ております。皆さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。カープボーイです。テーマ、成人式の思い出は、昼は袴つけて式典に行って、夜は飲みに行くときに、スーツで、日帰って言ったら、小学校3年生の時から好きだった初恋の人が、厚化粧できてびっくりして、まさかやーと思った。できてます。まさかや。確かにまさかやですね。厚化粧。こう皆さんね、やっぱり雰囲気変わり方もいっぱいいらっしゃいますからまあ、そうね。ですよね。でも、成人式終わって、大体、まあ、同窓会とか、中学校なりの同窓会があるんじゃないですか。まあそうですね。僕はですね、実は同窓会参加しなかったんですよ。私も同窓会参加してないです。金額が結構高かったの あ、と、なるほど。会場は地元じゃなかったので、あれれれ行くれ。手段がなかったんですね。ああ。なので、仲のいい仲間内と自分たちでお店を予約して飲んでました。ああ、なるほど。そういう手があったのか。といでうことも、で、僕の成人式の時の写真が出てまいりましたので、ちょっちょっと見と、てみたいと思いますね。どんな写真か。ですね、袴は目立ちすぎるなと思ったんで、これにしたんですけど、逆に目立ちました。お、かっちょええ。白じゃん。これですね、実は僕の趣味じゃなくて、僕の亡くなった父の、成人式の時に着たスーツだそうで、ほう。
で、それがちょっと、ちょうどその年に出てきたんで、はいはいはい。これ出てきたんだけど、もうそれ使うって親に聞かれて、はい。もうこのタイミングで出てきたなら使うしかないじゃないかと。あー。僕の趣味ではないんですけど。なるほど。でだいぶ寄せに行った結果、こうなりました。でもかっこいいですよ。でも、僕より年上のスーツなんで、本来真っ白なはずなのが、少し クリーム色っぽくなってるんですよね。ああ、まあ確かに、よくよく見ればって感じですけど。私は、あの、女性って、あれじゃないですか、あの、なんだっけ、袴じゃなくて、振袖。はい。振袖で、だったんですけど、行ったんですけど、振袖がお下がりで。はいはい。私の親戚のお姉ちゃんからのお下がりを着ていったんですけど、はい、まあその日が暑かったこと、お最悪ですよ。暑い年ありましたもんね。そう、あったんですよ。でも、もう何とも言えないこの暑さって感じで、暑いし、式は長いし、でも、はい、汗だくでした。お疲れ様でした。キャスの方でりょうちさんが休憩中って来てます。あ、まあ多分仕事中なんでしょうね。お疲れ様でございます。お疲れ様です。でもう一つ、メールが来てますので紹介したいと思います。はい、お願いいたします。成人式の思い出、音符マークと来ておりますが、思い出の思いは、あの、軽い思いの重たいの思い出で来ております。はい、気まぐれラジオの新母さん、こんばんみ。ラジオネーム、陸海空ですけど何かっていうことで、私の旦那から来ております。あ、どうもありがとうございます。私が送ってって言ったんですよ、昨日。そうですよ、送ってくださいよ。して、僕の成人式の思い出は、思い出ってまた、この、あの、重い軽いの思い出来てますね。そんなに重いんですか。そんなに重いんですよ。島根県の彼女の実家に挨拶してますので、挨拶に行ったんだけど、彼女の父親と釣り、あの、魚釣りしに行って、彼女の父親よりでかい魚を俺が釣って、彼女のお父さんに嫌われましたと。ああ、それ物理的に重かったんですね。そうなんですよ。で、それで交際はなくなりました。わら。そう、南東っていう話なんですよ。で、まだ続きがあって、彼女の実家に行った時に、地元のソフトボール大会があって、僕は無理やり試合に出されて、元野球部の僕はホームランを打ってやりましたよ。わら、チャーヤがって。おー、まあ元野球部ですか、うちの旦那。あ、かっこいいっすね。なんですけどね、まあそういうのもありあったという、黒歴史というか、なんというか。いやー、でもそこはお父さん自重してほしかったなっていうのありますけどね。まあ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 、まあ、大きいものを釣ってくれるお婿さんとか最高じゃないですか。確かにそれは言えてるけど、美味しいものいっぱい食べれるかもしれないです。ああですね。まあまあ、でもそれがあったからこそ今サッチーさんと、まあ、出会いがあったかもしれないです。まあそうですね。まあそこはまあ今となってはでもありがとうございますです、ね。そう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 。あのその時確か旦那が兵庫県に行ってた時だったかな。おの話だったみたいで。兵庫です。兵庫に行ってたんですね。10年ぐらい兵庫にいたらしいですよ。あの仕事、はい、あの阪神淡路大震災があって、はい、それで友達と一緒に、手伝いに行こうみたいな、復興の支援に行こうっていうことで行ったらしいんですよ。いや、小学校低学、まあ、1年生ぐらいでしたけどね。私小学校の5、6年生ぐらいの時じゃなかったかな、多分。阪神淡路大震災は、はい、だったと思いますね。あんな大きい高速道路が倒れるなんて。そうそうそう、びっくりしましたね。でその阪神高速をまた、はい、作ったのは旦那みたいですよ。旦那が勤めてる会社がこの再建したんですね。再建したらしいですよ。お、すごいじゃないですか。もうなんかね、資格、重機の資格結構持ってて、
もう今は全くもう関係ない介護職なんですけど。重機を扱えるって男からしたらすごい憧れですよね。まあそうですよね。だから道は通ってたら、この重機乗れる、この重機乗れるってめっちゃ言うんですよ。また乗りたいな、乗りたいなって言うけど、介護職でしょ、今みたいな。僕も一回ショベルカー練習したことあるんですけど、もうはい諦はい。めました。あ、あれ？ あの難しいっす。あ、そうなの？はい。なんか簡単に乗れるよっていう旦那言ってましたけどね。一応ガンダム運転してる気分にはなれますね。ああ、なるほど。はい。そう、カープボーイさんから。陸海空さん転職したんですね。そうなんですよ。前は建築土木の仕事してたんですけど、私がきっかけで、私が言った一言ではい。介護職に転職したんです。そうなんですね。そうなんですよ。お仕事まで変えてくれたんですね。そうそうそう、きっかけっていうか、はい。建築土木ってやっぱり収入が上がり下がりが結構あ激しいあ、結職構なあるのんですで、ね。安定した収入得たいっはい。て言ったら、私がじゃあ介護やったらいいさっていうことで介護に行きました。なるほど。まあ、介護の方が確かに安定はしてますもんね。そうそうそう、そうなんですよ。ではでは、ナルトラさんからも来てますね。お疲れ様です。おとといはフリムーン出演ありがとうございましたと来てます。ありがとうございまありす。がとうございます。カープボーイさんから、あれ、女性の振り袖はニュースで見たら内地の大雪も大変そうだよね。沖縄も暑いのも大変だけど、まあ確かにそれは言ってますよね。まあ、なんせ内地は大雪降ってたりとかはい。しますからね。その時とか歩くのとか大変そうですからね。まあこけたら大変なことになりますよ。クリーニング代が。そう、あレンタルだと余計ですよね。あ。いやー、そうですよね。はあ、大変大変。私はもう着物は着ない。 あ、でも、FM 宜野湾には、はい、夏場、浴衣ウィークございますあ、のなんで、かありましたね、そういうの。ぜひ浴衣ぐらいはちょっと、ご検討いただければと思っておりわ まかりす。ました。ではでは、お時間となってきましたので、来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは、好きなアーティスト。おお、また面白いテーマですね。はい、皆さんの好きなアーティストをちょっとお聞きしたいなと思います。誰でも一人や二人い絶対ま出すてくるね。と思いますんで。はい。ので、どんどんメールや DM の方よろしくお願いします。僕も音楽大好きな人間なんで、はい。何々で言えばとかっていう言い方になると思います。ああ、そうですね。まあ、好きなアーティストではなくても、世代だったアーティストでもいいです。はい。なので、ぜひ皆さん、どしどしメールの方どもしどしメールの方、お願いいた DM しのま方す。よろしくお願いします。ではお時間となりましたので、また来週同じ時間にお会いしたいと思います。グッナイ。ありがとうござ いまありしがた。とうございました。まだ3分ぐらいありましたけど、大丈夫です。大丈夫です。 来週あれですよね。2週撮りですよね。そうですね、来週が2週撮りになります。どうしようかな。ちょっと来週ののは決まったんですけど、再来週ののもついでに、よこしてた方がよかったかな。2週撮りですっていうの。ツイキャスで回しながらそそうのですままね、そでのいいまと思いまます。言いましょうかね。来週2週撮りなので、来週は好きなアーティストですが、再来週は、ちょっと遅出ながらも今年の抱負でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今年の抱負、例えばダイエットとか禁酒とか禁煙以外で そういう短いのではなく、ちょっと長期でできるやつ、例えば資格取るとか、はい。なんかいろいろ仕事を探すとか、そういうのもありかなと思いますので、よろしくお願いしまおす。願いします。
いや本当にこの頃色も黒かったんで。そうなんですか。あの陸上部だったんで年中色黒かったんで。ああ本当だ。みんなにどこのホストって言われました。私のあの旦那の弟、はい、が元ホストなんですよ。あの生徒会長がホストと疑われた写真です。うん、かっこいいけどな。でもやばこれあれですよ、グラサンかけてます。グラサンかけてます。やっぱり寄せに行ったんです。あなるほど。アウトプットでライブがアウトプットって那覇でしたっけ。アウトプットは茶壇ですね。あ茶壇か、はい、アウトプットは那覇ですね。那覇ですよね。那覇ですね。茶壇はモッツでしたね。モッツですね。アウトプットはいいところでしたね。あ国際通りのど真ん中なんで。あ、そっかそっか。テンプスの反対側になります、ね、あ、そうなんだね、はい、なるほどなるほど。去年ギノガルフ歌謡祭で初めて利用したんですけど。へえ。へー、すごい。私、今までライブハウス行ったのモッツしかないかも。結構沖縄もライブハウス店も多くなので、どこに何があるかが分かんない。ライブハウスは。どこに何があるかが分からない。あの、宜野湾には昔有名なヒューマンステージがありました。ありましたね。ヒューマンステージはよく聞いてたけど、行ったことはないんだよな。場所もよく分かんないし。あの、コンベンションの近くでしたっけ？ヒューマンは。ヒューマンは、こっちですね。長田の方の。あの途中にあるんです。100均近くに。あ、そっかそっか。なるほどなるほど。ということで、では。ということで、また来週。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。バイバイ。